北のダムは、北海道ところ桶戸町、一級河川、ところ川本流上流部に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局、網走開発建設部が管理する特定多目的ダムで、オホーツク海に注ぐ河川に建設されたダムの中では、唯一、治水機能を持った多目的ダムでもある。ところ川の治水と北見市など流域市町村への 利水を目的に建設された高さ55.5メートルの重力式コンクリートダム。ダムによって出現した人造湖は桶と湖と呼ばれる。なお、地元の案内看板などをはじめとして、カノコダムと表記される場合も多いが、正式にはシカノコダムである。ところがは流域に北市や訓熱部町等の人口密集地帯を要する。 流域は広大な農業地帯にもなっているが、河川整備は堤防程度であり、豪雨や融雪期には洪水を起こし水害をたびたび引き起こしていた。これら地水整備に加え人口の増加した北見市、等では上水道の需要が急増、さらに農業技術の進展による農地面積拡大により、農業用水の安定供給の必要性も高まった。 こうしたことからところ川を管理する北海道開発局網走開発建設部は総合的な治水・利水対策を図るべく1968年よりところ川総合開発事業計画を策定その根幹施設としてかのこダムの建設を計画したダムは1972年より実施計画調査に入ったこの間水没地域住民に対する保障交渉や 付け替え道路の敷設といった周辺整備を施行し、1979年により本体建設に着手、1983年に完成した。ダムは、所川沿岸の洪水調節、北見市に完了水利権分の揚水補給を図る、不特定地水、北見市、桶戸町、丹野町、ルベシベ町の農地571.5ヘクタールへの新規管外、北見市、 オケト町、クンレップ町、ところ町、ルベシベ町の流域自治体へ、毎秒54.300トンの上水道供給を目的としている。ダムによってできた人造湖は、所在地のオケト町より、オケト、湖と命名された。湖周辺は、エゾ松とトマツ等の信葉樹林原生林が囲み、自然湖の様相を見せる。周辺には、メモリーハウスオケトや、 森林体験交流センター等の公共施設があり、夏には桶と湖水祭りが行われ多くの観光客で賑わう。また、冬季は湖が完全に結表することからサギ釣りに訪れる客も多い。ダム本体も地域に開かれたダム施策により積極的に見学のための開放が行われている。ダム直下にはキャンプ場もあり、 真下からそびえた津ダムの姿を見ることも可能である。ありがとうございます。